始め。I'm Rosales, a martial artist. I've been training for my ultimate goal, a world champion. I'll challenge my master's trial tomorrow. I'm ready. Are you?こんにちは、開発者の鈴木です。残りの時間では開発内容について話そうと思います。プチコンは期間に余裕があるので、やったことがないことや知らないことを学びながら参加できるのが良いところだと思います。今回は3つのことをやってみました。1つ目が外部ツールでキャラクターアニメーションを自作すること、2番目がフェイシャルアニメーション、3つ目が C++ を使って効果的・効率的な開発をすること。まずアニメーションについては、今回はキャスキャドールを使って作っています。実際の空手家の動きを参照して作っています。フェイシャルアニメーション、つまり顔のアニメーションは、このゲームではご覧のような場面で使っています。作業の流れは画面に表示されているような流れです。このようにブレンダーでシェイプキーを設定します。そして FBX にエクスポートして、アンリアルエンジンにモーフターゲットとしてインポートします。アンリアルエンジンではアニメーションシーケンスにカーブを追加して、設定したモーフターゲットを動かしています。 C++ については、今画面に表示されている記事を参考にした箇所があります。このゲームではナイフやカメ、つまり飛んでくるオブジェクトを総称してターゲットと呼んでます。そのターゲットの出現パターンは、このような CSV で管理しています。 CSV ファイルをインポートしてデータテーブルにしています。それをデータアセットに変換する処理で、先ほどの記事を参考にしています。このやり方でステージの作成を効率化したり、タイミングやスピードをテストするときに、このように別の CSV を用意して簡単に切り替えて出現パターンをテストできるようにしています。今回もいろいろと学びながら楽しく開発できて、面白いゲームができたと思います。このゲームはダウンロードして遊べるので、ぜひ遊んでみてください。クリアするといい感じのエンディングもあります。次回もプチコンを楽しみにしています。ではさようなら。